はい、花ゆりです。トートバッグの編み方、丸2もご覧いただきありがとうございます。今回の丸2の動画では、可愛く編める3つのポイントがあります。1つ目、側面をきれいに引き上げていく。2つ目、側面の8セット目の模様からは6号針に変えていく。3つ目、バッグの上の部分で折り込みをして可愛く見せていく。この引き上げ、かぎ針を変える、上で折り込みをする、この3つのポイントでバッグを可愛く作っていきましょう。そこが編めたところです。次に側面に入っていきます。ポイント3つ目の1つとして、側面をきれいに上げていきます。立ち上がりをして反時計回りに編み地をひっくり返します。ここから引き上げ編みをしていきます。細編みの足のところに針を入れて、編み方は細編みと同じです。一目ずつに対して一つ、一目に対して一つ、表引き上げ編みを入れていきます。針の出る位置、入る位置、出る位置に注意して一周してみましょう。この一周目の、編み地の最初の作り目のところの部分です。鎖になっているところなので、鎖の頭2本が上に来るように針を入れていきます。ちょっと狭くなっているので編みにくいですが、しっかりと針を入れて表引き上げ編みを編んであげます。側面が引き上がってきて直角になっているのが見えているでしょうか。一周最後の部分です。だんだんと目が立ち上がってきています。最後のところまで行ったら、最初の引き上げ編みの頭2本、上に2本くるように針を入れて引き抜きをしてあげます。次の段で長編みの段になるので色を変えていきます。3目で立ち上がりをして編み地をひっくり返し、編み目が見える方を向いて編んでいきます。長編みなので2目目のところに針を入れてあげましょう。ここですね。側面は全部一方向に編んでいきます。このあと裏にして編むことはありません。このようにして長編みを一周ぐるりと編んでいきます。もう少しで一周編めるところです。長編みの引き抜きの時に気をつけていきましょう。引き抜きは鎖編み、立ち上がり3目のところ、半目と裏山を拾って引き抜きます。鎖編み3目目を見つけて、表から見て上が2本になるように針を入れてあげます。ここで引き抜きますが、また次の色に変えていきます。糸端を10センチ残して糸を引き抜きます。
糸端もしっかり引っ張っておいてあげると緩みなく進めます。鎖一つで立ち上がりをして、今度は筋編みを編んでいきます。糸端編みくるめる方は編みくるんでいきましょう。長編みのところからスタートです。長編みの鎖3つ立ち上がったところからですね、スタート。はじめは4目筋編みをします。その後長々編み引き上げ2目一度していきます。2回巻いて、編み方は底の時と同じです。ここちょっと見にくくてすみません、カメラから外れてしまいましたが、底の柄と柄の真上に来るように針を入れていきます。一番大事なところなのにカメラから外れちゃってますね、すみません。引き上げ編みしていきます。2目一度の引き上げ編みをしていきます。模様後で見えるので確認してください。カメラから外れてます、一生懸命になっちゃって。で、1目開けたところ次のところに筋編みを1、2、3目編みます。そしたらまた長々編みの引き上げ2目一度していきます。2回巻いて、取るところはさっき引き上げた1個前に引き上げたところの足を取っていきます。1、2、3で止まっておいて、また2回かけて、次1、2、3開けて、4目目のところの足拾って、最後3本まとめる。で、1つ開けたところに筋編みを編んでいきます。筋編みを3つですね、3目編んでいきます。これを、ぐるりと1周繰り返していきます。で、この長編みとそれから模様になっている部分、これをずっと上まで続けていきますね。で、これ今一周したところです。底の模様と同じになるように側面を作っていってあげてください。なので少し目数が違ったと思っても柄を合わせていきましょう。カメラから消えちゃっててすみません、一生懸命になってます。で、最初の引き抜きのところに、最初の、筋編みのところに引き抜きをしてあげます。引き抜きはまた次の段の色でやっていきます。次は長編みの段なので長編みの色で引き抜いて、鎖3つで立ち上がりをします。この立ち上がりは1目にカウントするので、次の、下の筋編みのところに長編みを編みます。筋編みは、1目にカウントしない、立ち上がりが1目にカウントされないので気をつけてください。ここからは、私がもうひたすら編んでいる時の映像なんですけれども、こんな感じで、地道に編んでいきます。
それで、まあ、お好きなところで色を変えてもらってもちろん結構なので好きなところでデザインしてあげてください。でこのバッグと同じような形にする場合には、8模様目の時にかぎ針を1号下げます。今7号で編んでるんですけれども、8セット目のところから6号にしてあげることで、上の方がキュッと詰まった可愛い形になっていきます。これがポイントの可愛くなるポイントの2つ目になります。色変えについてはもう今ここまでやってきていただいている通り、色を変えたい一つ前の動作のところで糸を変えてあげます。そうすることで段差がなく綺麗に色を変えることができます。次に、トップの部分に進んでいきます。このまま少し上の部分の説明をしていきます。上の部分は、全部編み上がったところで引き抜き編みを一周、それから筋編みの引き抜き編みを一周していきます。そしてそれができたらその2段引き抜きをした部分は中に折り込んで針で閉じていきます。模様編みが終わったところでここからはすべて引き抜き編みをしていきます。引き抜き編みは立ち上がりはせずにすべてかぎ針を抜いていきます。2段階にして抜いていった方が編みやすいと思います。この段は細編みの頭2本をのところに針を入れて引き抜き編みをしていきます。次の段は向こう側1本だけ取り筋編みで引き抜きをしていきます。最終段です。向こう側の1本だけに針を入れて少し細かいですけれども編んでいきます。この引き抜き2段のところは後ほど中に折り込んでいきます。これが一番最後に編む段です。最後まで編めたら糸15センチぐらい残して抜きます。とじ針で閉じていきます。見えないところではありますがチェーンつなぎをしていきましょう。表に見えている引き抜きの2本のところに針を下から入れて糸が出てきたところに針を戻します。このまま裏側に糸を閉じていきます。細かくて見にくいですが糸をしっかり閉じていきましょう。少し下の方に糸を移動して細編みの足の裏側、ハの字になっているところに入れてあげると入れやすいです。玉留めはせず半返しをします。カメラから外れちゃってごめんなさい。はい、半返しをしました。そしたらハサミでカットします。このようにして糸端はすべてきれいにしていきます。これで編み上がりました。続いて今引き抜き編みで編んだところを内側に閉じ込む作業をしていきます。糸は3倍の長さです。
目か二目ごとに閉じていってあげてください。一目ずつやる必要はありません。このようにして閉じてあげることでバッグの入り口がとても可愛く見えます。もうすぐ一周閉じ終わるところです。最後までしっかりとつけてあげます。一周閉じることができたら糸始末もそのまましてあげましょう。縦に編まれている糸のところに針を入れてあげると閉じやすいです。ここも玉留めはせず半返しをしてあげます。半返しをしたら引っ張られているので取れることはないです。糸端をカットしてあげて、出だしの糸のところもこっち側に糸を閉じてあげましょう。さあ本体最後の工程になります。下の底のところに合わせて上をつまんであげます。クリップなどで押さえてあげるとやりやすいです。全体として可愛い形になるように閉じていってあげます。可愛くできてますでしょうか。ここのところをかぎ針と糸で閉じていきます。糸を用意して6号のかぎ針で分厚いですが針を入れます。よいしょよいしょ。で糸を引き出して鎖編み1つします。でそのまま糸は出してしまい、ハサミでカットして固結びをしてあげます。コットンラフィアの糸はしっかりしているのでこれだけでも十分大丈夫です。で糸端はとじ針で入れといてあげましょう。反対側も同じようにやります。さあここまでお疲れ様でした。可愛いバッグできてきてますでしょうか。次はいよいよ持ち手です。丸3へ進みます。